ドスはアメリカ合衆国のデスメタルバンド。バンド名の DTH は、旧約聖書中の生命の木におけるセフィラのうち、隠されたセフィラである、ダートに由来し、本来はヘブライ語でと綴られる。バンド名は、それをラテン文字に転写したものである。1990年代初め頃に、バンドリーダーとなるイアルレビとマイク・キャメロンが出会い、セッションを行ったり、 曲作りを行うようになる。ただし、バンドを結成したわけではなかった。この頃は、スラッシュメタルやデスメタル、ブラックメタルから影響を受けていた。その後、イアルトマイクは、バークリー音楽大学へと進学。在学中に、ダートナップというスラッシュメタルバンドを結成。3年間ほど、大学生活と並行しながら、バンド活動を行う。 このバンドには、ショーン・フェイバーが加入している。バンド活動に専念するために、リアル、マイク、ショーンともども、バークリー音楽大学を中途退学。バークリー音楽大学のある、マサチューセッツ州ボストンから、ジョージア州アトランタに拠点を移して、バンド活動を本格化。クリス・デール、エリック・サンダースを加えて、2004年に自主制作で、ファーストアルバム、フーティラティをリリースする。 クリスとエリックはリリース前後に脱退しているが元々セッション参加だったのかは判然としない同年にエミル・ウェスラーとジェレミー・クレーマーが加入この録音の時期に後に正式ドラマーとなるケビン・タリーと出会っている出会った当初からエリックの公認として加入を要請していたがなかなか実現できずエリック脱退後のドラマーはコーリー・ブ・リューアや マット・エリスらが参加するなど流動的な状態が続いた。2005年頃からレコード会社との契約を得るためにアルバム制作に取りかかる。契約目的で制作されたアルバムはザ・ヒンデラースと題され全10曲であった。このプロモーションアルバムによって大手レコード会社のロードランナーレコードと契約するに至る。契約後、このザ・ヒンデラースを ファーストアルバムとしてリリースすることが決定し、リミックスと新曲3曲のレコーディングが行われた。このレコーディングの頃に正式ドラマーのケビン・タリーが加入している。2007年にザ・ヒンデラースをリリースし、メジャーデビュー。ドラマーが流動的だったことから、同アルバムでは曲によってにドラマーが異なり、エリック、マット、ケビンの3人がドラムを叩いている。 このアルバムは、ビルボードのヒートシーカーズチャートで49位にランクインし、オズフェストやサマースローターツアーにも参加した。同年秋には、エクストリームザ・ドジョボリューム18で初来日も果たしている。日本から帰国後、フロントマンのショーンが解雇される。この解雇自体は来日前に決定していた。セッションメンバーを経て、ショーンゼットが2008年初めに加入。 さらにこの頃にマイクも脱退した。キーボーディストの補充はなかった。その後、センチュリーメディアレコードへ移籍。2009年にザ・カンシーラース、2010年に DTH をリリースした。現在はセンチュリーメディアレコードを離脱している模様。日本ではザ・ヒンデラースがロードランナージャパン、ザ・カンシーラース以降がアバロンレーベルからリリースされている。 2010年には、ギタリストのヤール・レビとエミル・ウェスラーの二人が中心となり、インストゥルメンタル・プログレッシブ・メタル・バンド、レビ、ウェスラーを結成。アルバムをリリースしている。ありがとうございます。